ちなみにでここから今度3年じゃないですか、うん、次の1947年が、はい、この3年間でそんな大きい変化があるんですか。まあ、この47年っていうところは、はい、戦後、はい、まあ、戦後のモデルになります。そっか、もうそこで、第二次世界大戦どうですか終わって、はい、まあ、対戦モデルの以降の、はい、WX になります。通称47モデル、はいはい、で47は、まあ、さっき言ったあの削除されてた、はい、ここのリベットがまた復活して、はい、ほんほんほん、で、まあ、ポケットのスレキもボタンもしっかり、あ、本当だ、リーバイスの刻印のものになるんですよ。あ、さっきドーナツでしたもんね、ここ。そうです、うん、でそっか、中のこのスレキの部分もこのオリジナルのものになってるっていう、はい、でパッチが、まあ、レザーパッチ、一番ヴィンテージで人気があるモデル、めちゃくちゃかっこいいですねこれね。そうなんですよ、めちゃめちゃかっこいいですよ。でこれがもうなんか501のもう完成形じゃないですけど、はいはい、まあ、完成形と言われてて一番こうヴィンテージに人気があるというか、人気モデルなんですねこれ。そうなんですよ。ちなみにここまでで、はい、今半分ぐらい来ているじゃないですか、はい、割とシルエットも、まあ、こういろんな時代へって変わってきてるんですかすでに。まあ、ここまでは、まあ、対戦モデルぐらいまでは、はい、実際こうワークウェアじゃないですけど、はい、まあ、その名残があって、はい、名残があって、はい、まあ、ドストレートっていう、はい、フィットストレートのフィットになります、うん、まあ、太いですね。で54年のモデル、これは501ジッパー ZWX って書いてあるんですけど、まあ、初めてこうジップを501に採用したモデルになります。あ、501でジップってあるんですね。そうなんですよ。へ、まあ、ずっとボタンフライでこう貫いてきたんですけど、まあ、こうファッション、はいはい、まあ、ジッパーで作ってるブランドなんて他にいっぱいあったんですけど、はい、よりこう東海岸の人に向けて、はい、リーバイスの501も作ったモデルがこの501ZWX で、これが後の、505になっていく、あ、まあ、おじいちゃんというか親と親、うん、元の元のモデル、モデル、で、まあ、この年代から、東海岸に向けてるからやっぱりこうワークウェアみたいなフィットではなくて、はい、少しテーパードがかかった、あ、ちょっとスタイリッシュな感じなんですかね。スタイリッシュなモデルになります。確かになんか少し細い感じしますもんね。そうなんですよ。これが僕が好きなさっき持ってきた505の親、あ、505、はい、あ、になるっていう、親っていう言い方があってるのかわからないですけど元元祖って感じですね。元祖です。あ、でここから54年で次55年で1年しか変わらないじゃないですか。これこの1年でそんななんか激動の変化があったんですかここは。あ、54年と55年はまあ、別物なんですけど、はい、まあ、47年、はい、さっきの革パッチから、カインパッチに進化したのが55年になります、はい、で、まあ、この55年のモデルからは、まあ、よりこう映画のムービースターだったりが、はい、ムービースターだったりかじゃない映画で、はい、俳優さんが履いたりして、まあ、よりこうワークウェアからファッションに、はい、501がこう進化していったモデルになります、はい、へ、じゃあ割と一般の人もファッションとして履くようになってる時代の。そう、だからこの55年の WX が、はい、まあ、最後で、まあ、ここからどんどんこう WX が取れて、はい、次のモデルへと変わっていく。でここから最後66年、11年経つわけですね。11年経つ。この、はい、ここのモデルから、まあ、通称66モデルなんですけど、はい、まあ、一番特徴は、はい、今までずっとついてたリベットっていうところを、うん、バータック、バータック、まあ、リベットのパンツをずっと履いてると、はい、なんかこうずっと履いてるとね、はい、家具とかをこうなんか痛めちゃったりするとか、まあ、そういう諸説いろいろあるんですけど、はー、まあ、ここからリベットが取れたモデルになるっていうところですね、はい、ちなみに取れた部分っていうのはどの部分がないんですか。隠しリベットのこの後ろですね。あ、そこにあるべきリベットが今まであったのがなくなってるんですね、はい、これ。ちゃんとバータックってそこを採用していって、で、まあ、よりこうフィットも、はい、さっきの505じゃないですけど、はい、
ダブル X までの特徴的なボックスシルエットからテーパードフィットへと変わっていった年代、はい、で僕が好きなのもこの66、はい、さっき持ってたのも同じ年代のビッグイなんですけど、はいはい、こことやっぱ505、うん、やっぱテーパードしてるやつが身長低いから履きやすいのかなと思って、はい、多分だからそれでこう選んでるっていうのも、なるほど、はい、まあ、リーバイスこの66年のモデルから、まあ、どんどんこう赤耳がついたレッドラインとか、はい、まあ、66前期後期とかまあヴィンテージで出てくるんですけど、はい、まあ、最終的にこう90年代か、まあ、2000年代初頭にはもうアメリカ製鋼なくなっちゃうんですね。あ、そうなんですね。そう、なんかもう工場がじゃあなくなっていく感じなんですか、うん、で、まあ、アメリカの生産も2002年ぐらいかな、はい、藤田調べによるとなくなってしまうんですけど、はい、まあ、そのアメリカ製の、まあ、実際ここの LVC の66までがこう僕はヴィンテージだと思っているんですけど、90年代のアメリカ製のジーパンも今すごくこうヴィンテージ、ネクストヴィンテージじゃないですけど、あ、価値が上がってきてて、はい、そこが今すごい値段上がってるのもあって、ヴィ、まあ、ンテージのジーンズももっと値段上がって、はい、全然手に入らないっていう。なるほど。そう、こういう企画をやってほしい、こんなコーデが知りたい、ファッションに関する質問やご要望がございましたら、ぜひコメント欄までお願いします。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。インスタグラムとの連動企画も随時行っていきますので、概要欄からチェックしてみてください。